皆さんこんにちは、三輪恵梨香です。今日はゴールデンサイクルカードっていう、ちょっとおまじない風に自分の望みを見てみましょうっていうエクササイズをワークショップとしてやっていきたいと思っています。今日は私がゴールデンサイクルカードを作ってるのを、作り方を説明しながら、今日私のお友達が来てくださってるので、作り方を説明したりとかしながら、ゴールデンサイクルカードがどうやってみんなの望みを今まで叶えてきたのかを解明していきたいと思います。はい、まず私と、それから紹介しちゃいましょうかね、一緒にいてくださってるのが、こんにちはという大変美しい方です。今日は、和服でいらっしゃいましたね、はい。彼女実は高名な高名ではない、ね、高名な歌い手さんで、はい、今度和服の役にチャレンジというか役があるので、それをやろうということで、今日もね、はい、和服で、一字が万事ってすごいいいことだと思います。和服で生活しているということでございます。さて、じゃあ今日はゴールデンサイクルカードよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の進め方は3時間で、まず最初の1時間でゴールデンサイクルカードを作ってしまい、あとの2時間をかけて、まあいろいろ俳優訓練を取り入れながら、そのどうしてゴールデンサイクルカードなのかっていうことはもうどうでもいいことで、その自分やっぱこう何をしたくって、じゃあどうすればいいのかっていうことをちょっと整理整頓してみましょうっていう感じで捉えてみてください。今日はですね、すっごくいい日なんですよ。実は今日は新月、あと23分で新月。そうなんです。それで、今日20日だから23日、あと3日後が秋分の日、はい、っていうことで、今日の新月のもまさに真っ最中にゴールデンサイクルカードっていうのを作って、そして23日の秋分の日に向けて、今年の前半9ヶ月をこう反省しながら、残りの10、11、12、3ヶ月っていうことで、今年をどう終わらせていくか、何でも物事って終わりがとっても大事で、どう終わらせるかっていうことによって次をどう始めるかっていうのあるじゃないですかね。この間誰かとだったか、睡眠の話をしてて、やっぱり寝る時から明日が始まってるよねっていうことをどなたかおっしゃってて、私の友人が、なので確かにその通り。だからやっぱり次を始めたい時は、今までがどうだったかっていうことと、うん、今までをしっかり抑える、うん、そして終わらせるっていうことをやっていきましょう、はい、OK、 はい、ではゴールデンサイクルカード何にするかっていうと、まず100個の願いを書き出しますっていうことで、100個の願い書き出すのが宿題になっていましたが、やってきましたでしょうか。はい、はい、じゃあちょっとそれをシェアしていきたいと思いますが、ここから先はちょっとプライベートなので、一回動画を切ります。